こんにちは新の代表の斉藤です今日はですね前がマッシュベースで後ろがウルフベースになっているスタイルを今日は作っていこうかなと思いますその中にこういろんなカールあのストレートアイロンで作るシャープなカールカーリーで作るより丸みのあるカールっていうのをいろいろミックスしながらデザインを作っていこうかなと思いますどこのゾーンにどこのカールを入れるかっていうのがすごく大切になってきますのでそこを注目してみていただければなと思いますのでよろしくお願いします。まずはは襟足はシャープにアイロン入れててていってあげてください この時にポイントがあってまず根元だけアイロン入れます1回で指このまま押しつけちゃうと肌熱いのでちょっと当てて自分の指に熱を当ってもらってこうやって押さえるんですねそうすると根元をこう潰しながらナチュラルに首に沿ってくれるんでまずは根元にアイロン入れますでその後に毛先だけややアイロンの角度入れてシャープめにします後ろは基本的にこのアイロンでストレートアイロンで作っていった方がシャープめな香りが残るので 僕はは後ろはストトレート使いまますす次耳の上行きますここが2つ目のポイントなんですけど基本的にバックスタイルを作る時って羽をこうやって入れてしまったりするとそこだけスタイルとして違和感が出ちゃうんですね。なのでウェイトポイントで一番こう丸みを出したいポイントにハねてるとそこがウェイトポイントに見えづらくなってデザインバランス悪くなるんでまずここはナチュラルルワンカールちょっとこの状態にして。 したい形にアイロンで作っていくっていうよりかは熱を入れた後に自分の指で形を構成してあげた方が形きれいにできますで3戦目基本的にこのゾーンはやや前に持ってって後ろにこう流してあげるイメージでいいと思いますカール感は毛先のカール感は残るけどここに膨らみを作りたくないですね個人的になんでややここはリバースに流すようなイメージでやってあげてください一番上のトップセクションなんですけどオンベースに引き上げてもらってそこでちょっとアイロンを入れてあげてください っかりちょっと時間を置いてあげてから置いてもらうとカール感が出てきます。でトップに関しては少しいろんな動き無造作の動きも入れたいのでカールを根元のつむじ周りに熱を当ててあげた後に毛先だけ無造作に動かしてあげると全部同じ動きじゃなくて無造作に散ってる動きが作れるのでそういう風に見ながら形をデザインしていくとおしゃれなデザインが作れるので意識するといいかなと思います。じゃあ次フロントゾーンを作っていこうかなと思います。 でなんか前髪に関しては昔は羽メインだったんですけど、ちょっとこうカーリーとかで目をこう積み込むようなデザインが最近流行ってて、カーリーでこう積んでってあげてください。目の上のゾーンに関してはカールを入れてあげた後にそれを左右にちょっとずらしてあげてください。そうするとここの目の上の表現としては軽めに作れるので。 ここに目を包むような動きを作ったらここもカールを入れてそのか上の表面のカールの部分をやや横にずらしてあげるそうするとここもかなりシースルーなデザインできるのでイメージで見ておくといいかなと思いますここの前髪の上の一線に関しては細いので根元を入れますで、この時に太いの使うっていうかはここの丸みを使ってこれをこうスルーすることによって細いコテとかでも ある程度狙った波作りやすいとこうの立体感を出すポイントがあって立体感を出す時ってあの前髪をの上前髪は今僕家で入れたんですけど前髪の上に関しては跳ねるデザインを乗っけてあげると二次元の写真の表現したきに綺麗に見えますのでそこは覚えておくといいかなと思います。でこういう鉢回りのポイントで少しこうねじってあげながら。 カール感を入れてもらうと、あのヘアスタイルの中に違和感を出すこともできるので、何か所かこうつまんであげながらやるといいかなと思います。ただそれを表面にツイストっぽいねじった質感を入れてしまうと、最終的にめちゃめちゃ汚い質感になってしまいます。あえてグランチャン質感もあるんだけど、その中で表面に関しては綺麗な質感を入れることによって、こう最終的にはデザインとしてはいろんなミックスされてるんですけど、あ、なんかこのスタイル綺麗だな、かっこいいなと思わせたいので。 表面はあままりツイスを入れないようにしてますでここですねでやっぱりこう大きいもの小さいものっていういろんなカール感があった方がみんなの目に留まることが多いのでしっかりこうやって太めのカールもこうやって入れてってあげてくださいでこの時に絶対根元が寝てるとこあったらコテ使ってそのポイントポイントでしっかりこう立ち上げてってあげてくださいはいこれがアイロンの仕上がりになります でなんかこうワックスつけるのであまりそこまで決めすぎない状態を作ってますではワックスをつけていこうかなと思いますまず後ろからつけます、うん、と今日は全体にマット系のものとバームを混ぜていきますなぜかというとバームとマットを混ぜることによって根元の立ち上がりは残すんだけど毛先の質感はちょっとツヤの動きのある感じに見えるっていうデザインにしますので。 今日はそういういい感じで作っていきます大体このトータルビー玉1個分ぐらいになるようにバームはビー玉半分でバックスがビー玉半分ぐらいのバランスが一番ちょうどいいのでやってみてくださいでさっき言ったみたいにちゃんと耳の後ろのもうボリューム大事に落としたいところはしっかり根元からつけてあげてあまり根元からベタッとさせたくないところに関してはあまり根元からつけすぎないというバランスを見極めながらやっていくといいと思います完成しました これがですねさっき言ったみたいに、うん、とフロントはちょっとここら辺にムーブメントがあるスタイルでマッシュだからこそ作れる重,重さなんですね。ななんんかこここれれが多分王道系のショートににしちゃうとここに重み作れないんですでもマッシュにしてることによってここに動きをつけれるんで何パーターンのデザインも作れるっていうのがあるんでマッシュのデザインにウルフ乗っけてます結構最近の若い子ってやっぱりこうナチュラルでも決めたいし動かす時は。 やりすぎると恥ずかしいって方が多いのでこういうデザインをなんかこうお客様だったりとかに当てはめてあげるともっとお客様にリターンしていただけるのかなと思うのでこういうちょっと遊びのあるデザインをやってみるといいかなと思います。ぜひ使ってみてみくださいい今日はありがとうございました